私たちの番だね。ええ。アスカさん、今日の私は一味違います。覚悟はいいですか？ユミちゃん、覚悟するのはそっちだよ。私、ホムラちゃんに修行の相手をしてもらったから、かなりパワーアップしてるよ。ホムラさんが修行の相手？あ、また怒っちゃう？善人が悪人と付き合っちゃって。いいえ、学園祭で戦ってみて分かりました。悪にもいろんな人がいることを。そうだよね、ホムラちゃんとか一緒にいると面白いもんね。ホムラさんはアスカさんが大好きみたいでしたよ。本当に？でもホムラちゃんは私に会うといつもガミガミ言うよ。修行はしてるか、怠けていないかってさ。まあ、その口うるさい感じがちょっと癖になっちゃったりするんだけどね。悪人と仲の良い善人など、少し前の私なら絶対に許せなかった。でも今は？そうですね、少しだけ考えを改めました。少しだけ？完全に考えを改めるのはアスカさん、あなたと限界ギリギリの勝負をしてからです。うん、わかった。勝負だよ、ユミちゃん。善でも悪でもない、ただの忍びとして私の全てをぶつけます。見ててください、おじい様。鎮魂の夢に沈みましょう。アスカ、舞い忍びます。最終戦、勝負。カクッカン、はぁ、っやっやるね、甘いよ。見くびっていました。やりの見くびさせなさい。それなりにできますね。見くびっていました。甘いよ。見くびっていました。できます、できます。それなりにしなさい。しますよ。見くびっていました。行きます。忍び。
私の勝ちですね。まだまだだよ。どうしてどうしてまだ立ち上がれるのですか。ユミちゃん、私はまだ限界ギリギリじゃないよ。まだまだユミちゃんに全部ぶつけてない。わかりません。やられてもやられても立ち上がる、あなたの強さの秘密はどこにあるのですか。私の強さに秘密なんてないよ。私が戦う相手はみんな私より強くて、私はみんなに離されないように必死に食いついてるだけだから。だって離されて差が広がっちゃったらみんな私と戦ってくれなくなるでしょ。そんなの私嫌だから。アスカさん、私みんなと友達でいたいから、ライバルでいたいから。だから私は負けたくない、強くなりたいって思うんだよ。それにね、ユミちゃんが黒影さんのために戦うみたいに私だって簡単に倒れたらじっちゃんに顔向けできないし。よくわかりました。ならばとことんやりましょう。どちらかが死ぬかもしれない限界まで。うん。そして戦いが終わった時、私が生きていたら、その時はアスカさん、私と友達になってください。もちろん、ユミちゃんも最強の友達の仲間入りだよ。ありがとう、アスカさん。では残った私の力、すべて。舞い忍びます。最終戦勝負。タキャッターグフッ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 キレイ忍法。はあ。
ちゃん、もう立てないや。私の負けだよ。いえ、体が動かないのは私も同じです。だったらしばらく動かない方がいいよ。そうはいきません。ダメだよ、無理しちゃ。何をする気なの？握手です、アスカさん。ユミちゃん、いい勝負でした。約束通り、友達になってくれますか？もちろんだよ。よろしくね、ユミちゃん。おじいさま、ごめんなさい。私にはおじいさまの悲願を達成することはできませんでした。それでも私は私、おじいさまの孫で黒影の弟子です。おじいさまからの愛を胸に抱き、忍びの道をまっすぐに進みます。そのことだけはこの命に変えても必ず守り通して生きていきます。それで許していただけますか？天国のおじいさま。心からおめでとう。そしてさようなら。ユミ、皆さんお疲れ様でした。これにて学園祭も終了です。もちろん半蔵学院を燃やしたりしないんだよね。当然です。半蔵学院はこれからも切磋琢磨するべき仲間なのですから。うん、そうだね。これで戦いにも一区切りつきました。みんなでお墓参りに行きましょう。そうですね。私たちの成長した姿を見てもらいましょう。
金だね。特に私とか超成長したし。みのりだってみのりだって大人になったから褒めてくれるもん。みのりちんはまだまだお子様じゃん。ブラックコーヒーだって飲めないし。飲めなくても大人だもん。黒影おじいちゃんはみのりを褒めてくれるもん。甘いな。黒影様は我の成長をこそ一番喜んでくれるはずだ。ああ、ありえないし。むしろおめえいつまでつけてるんだって怒られると思うし。なんだと。黒影様はお面をかっこいいと言ってくれたぞ。はあ、二人とも子供っぽい喧嘩しちゃって。やっぱり大人なのはみのりだけだね。ちょっとみのりちん、何それ、ありえないんだけど。くぬぬぬぬぬぬ、みんないい加減にしなさい。黒影様はみんなのことを喜んでくれるに決まってる。そうだね。うん、反省。では行きましょう、おじい様のもとに。どうよ、ユミチン。黒影おじいちゃん、綺麗になったかな。ええ、すごく綺麗になりました。おじい様、やっとお参りに来ることができました。おじい様、ユミたちは戦いを通して成長することができました。この成長をおじい様は喜んでいただけるでしょうか。これでようやく約束を果たせたね。半蔵、どうしてここに。
Sensei is where? Where are you? 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 Where are you?そこに伏せていた黒影に頼まれていたんじゃや。もし自分の身に何かあったら、お前さんたちの面倒を頼むとな。だから変装をして決戦の教師をやっていたのじゃ。おじい様が私たちのことを頼んだ。お前さんたちのためなら、たもとを分かったわしにだって頭を下げる。あいつにとっては、忍びのプライドよりも、お前さんたちのことが大切だったんじゃろうな。では、どうしていちご大福やセクハラでわしらを挑発したのだ。すべては学園祭を通じて成長してもらいたいという親心じゃ。学園祭ではアスカさんだって危険な目に遭いました。一歩間違えれば死んでしまっていたかもしれないのに。そんな心配は無用じゃったな。アスカたちはやわな鍛え方はしとらんからの。ワンパイ先生、今までありがとうございました。でもさ、なんでワンパイって名前にしたんだ？ワンパイとは、王杯とも読める。王杯、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 王杯ということじゃ。なは、なは、なは、はは。さて黒影よ、お前さんはわしの寿司を食べたことがなかったの。これはお前さんたちのためにも握ってきたんじゃ。思いっきり食べるといい。さあ、お祝いじゃ。新たな忍びの道の前途を祈って。おじい様、心からありがとう。そしていつまでも忘れません。
なく溶け立ちてゆく記憶の隅で咲いてた夢それと引き換えに増殖してく漆黒の絶望と不安居場所などどこにもない枯れることなく流す涙心の叫びを誰か誰かに気づいてほしい負けない修練を積ませていただきます。また力が増したようです。新たな技をひらめきました。